はい、どうもこんにちは、金井です。今日はですね、ミラクルフルーツと呼ばれるね、ものすごい不思議なフルーツのご紹介です。これです。なんかね、サイズはコーヒーの豆みたいな感じかな、こんな感じ。不思議なんですよね、こいつ。次に食べた酸っぱいものを甘く感じさせるっていうね、かなり奇妙なフルーツになってます。はい、食べながらちょっと紹介したいんですけれども、アカデツカは西アフリカ原産のフルーツになります。で、なんか沖縄でもね、栽培がされているらしくて、ファーマーズでね、売ってました。20個入りでだいたい150円ぐらいかな。で、3日前ぐらいに買ったんですけれども、もうちょっと痛みが出てきておりますね。こんな感じで3日前ぐらいに買ったんですけどね、痛みが出始めております。まあ、ちょっと痛みが少ないものを少し食べていこうかな、今回は。よし、これだね。かなり綺麗な状態とはあんまり言えないんですけれども、まあまあ食べていこう。で、これね、ミラクリンっていう糖タンパク質が入ってるんですよ。で、この物質何かというと、味覚収縮物質ですね。この味覚収縮物質っていうのは、酸味をなぜか甘く感じさせてしまうっていう、なんか性質があります。で、僕たちはその甘味受容体、まあ、甘味受容体とも呼びますけれども、その甘味受容体っていうのを舌の上に持っていて、で、これが活性化することによって、あ、これって甘いねってなるんですよ。はい。で、この甘味受容体っていうのが、何で活性化されるかっていうと、甘味物質、甘味物質の食べ物を口に入れると、活性化して、あ、甘いねってなるんですけれども、このミラクリンっていうのがね、この甘味受容体となぜか結合して活性化させるという、はい、酸味の持つ、水素イオンがミラクリンと結合すると、この甘味受容体がぐわっと活性化してミラクルなことが起きる。はい、で、一応ですね、この美味しさの科学という本が、ブルーバックスから出ているんですけれども、表紙はね、捨てちゃいました、邪魔なので。東京大学農学部の、三坂拓先生という方がですね、このミラクルフルーツの味の味覚を変化させる、メカニズムを解明したということが、記載されております。面白いですよね。ちょっと一部読みますね。このミラクルフルーツの果実の中にはミラクリンというタンパク質が含まれており、甘味受容体に強く結合します。口の中が中性の状態では何も変化しませんが、酸っぱいものを食べて口の中が酸性になると、ミラクリンと結合した甘味受容体が甘味物質がなくても活性化されてしまいます。そのため、酸っぱいレモンを食べると甘く感じるのですと。ということで、で、この本を読んでね、僕ね、ミラクルフルーツ食べたいなってずっと思ってたんですよね。今回いい機会なので、ちょっとね、食べていこうかなと思います。レモンもあるのでね、早速一応レモンからまず食べて、レモンを食べて、あ、酸っぱいな。で、ミラクルフルーツを食べて、あ、ミラクルフルーツだな。で、もう一回レモンを食べて、あれ、甘いっていうのをね、ちょっとやりたいと思います。はい、成功するかどうかわかんないですよね。聞いていきます。はい、あ、もう酸っぱそうだな。あ、酸っぱい。はい、沖縄県産レモンですね。酸っぱいね。なんかもう見ただけで酸っぱいですもん、これ。あ、なんか口の中から唾液が出てきたような感じがする。レモン少し食べていきたいと思います。まずはこれ、レモン。ちょ、レモン一かけらいただきます。あ、酸っぱい。あ、めっちゃ酸っぱいですね。普通に食べれない。普通のレモンよりは若干甘いかもしれないけど、僕は酸っぱいです。はい、あ、覚えた。酸っぱいで、酸っぱい度合いが多分70ぐらいだとしよう。何の数字か分かんないけど、じゃあちょっとミラクルフルーツね、食べていきたいと思います。1個でいいのかな、ヘタを取り。なんか中は白い果肉が入ってますね、味で。よし、ちょっと皮ごと食べれるようなので少し食べていきたいと思います。洗ってなきゃいいか。あ、でもさっきの
レモンが酸っぱいやつがまだ口の中に残っていたからちょっとね甘く感じる。もうこの瞬間になんかミラクルフルーツなんか味があんまりないと書かれていたんですけど、うん、もう甘く感じます。なんかもう砂糖を食べてるみたいな砂糖食べてるみたいな感じする。種はねなんかこういう黒い小さめの種が入ってます。あ、これねレモンを先に食べたからか分かんないけど美味しいですね。もう一個食べます。あ、美味しい。あ、なんかねクリームみたいな感じがするよし、じゃあレモンいきます。はい、レモン どんな味になるんだろう。少しね食べてみたいと思います。うん、甘い。え、なんかポカリスエットみたいな感じする。うん、うん、え、めちゃくちゃ甘い。え、めっちゃ不思議。え、レモンが美味しい。なんかポカリスエットみたいな味で、さっきその酸っぱくて全然食べれなかったんですけど、あ、え、めちゃくちゃなんか、うん、ポカリだ。ポカリみたいな味する。あ、美味しい美味しいです。はい、これめっちゃ不思議だ。やばい。うん、この感動が伝わらないのはちょっと惜しいですね。なんか10年後のその動画とかだったら味とか匂いとか伝わるのかな。うん、10年後にやりたいな、もう一回はい、あ、めちゃくちゃ美味しいです。はい、ミラクルフルーツめっちゃおすすめですね。あの変な味じゃないですよ。あのミラクルフルーツ自体もその酸っぱいやつと食ったら結構美味しいんですよ、こいつ自体も。うん、おすすめです。うわ、すごいな。これは少しテンションが上がりますね。で、その味覚収束物質っていうのがね、なんかこの本によるともう一個あるみたいで、何だったっけな、西マレーシア原産の熱帯植物、クリゴの果実中に含まれるタンパク質でネオクリンっていうのがあるんですけれども、このネオクリンを食べると、酸っぱいものを味わうとより一層甘味が強くなりますと書いています。ネオクリン、うん、わー、これ食べたいな、ちょっと食べてみたいな。うん、うん、なので今回はミラクルフルーツのミラクリンを食べたんですけれども、クリゴのネオクリンもねちょっと食べてみたいなと思います。はい、こちらの本一応おすすめしておきます。美味しさの科学、見えるかな、美味しさの科学でも、はい、佐藤成美さん、うわおすすめです、ミラクルフルーツ、はい、ということでですね、このチャンネル面白いと思った方あの美味しいしか言ってなくてすみません、申し訳ないんですけれども、チャンネルいいねボタン押していただけると僕のモチベーションがすごい高くなるというシステムになっておりますのでよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録の方もですね、していただけると嬉しいです。ということで、今回もねご視聴ありがとうございました。バイバイ。